サウンド360チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。音響効果のプロが世代別におすすめの曲を紹介するコーナー、音かじり。今回は20代の僕が紹介させていただこうと思います。もしこの動画がいいと思っていただければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、皆さんはモンスターハンターをご存知でしょうか？モンスターハンターはプレイヤーがハンターとなり、雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲームです。一狩り行こうぜというキャッチフレーズも有名ですよね。そんなモンスターハンターにはもう一つの物語があります。それがモンスターハンターストーリーズです。ストーリーズではプレイヤーはライダーとして物語を進みます。モンスターを狩るのではなく、絆を結ぶことでオトモンとして共に助け合いながら冒険をしていくロールプレイングゲームです。今回はそんなストーリーズの最新作「モンスターハンターストーリーズ2破滅の翼」より曲を紹介したいと思います。それがこちら「風の絆」です。この曲はストーリーズ1、2通してメインテーマとなっている曲です。しかし1と2のものでは少しアレンジが異なるため、今回は2のものをご紹介させていただこうと思います。全体的な曲調は大きくゆったりとしたテンポで、落ち着いた雰囲気も感じさせる重厚で壮大なオーケストラ曲です。サビではこれから冒険が始まるワクワク感や高揚感、そしてオトモンとの絆を感じさせてくれます。サビの後のパートでは落ち着いて曲調も変化します。メロディーを弾いている弦楽器の音色の中に少し暗さや怪しさが見えるのも個人的に好きなポイントです。物語が進んでいき、冒険のシーンへと迫っていくようにも感じます。そしてこれから立ちはだかる大きな困難や死闘を彷彿とさせるかのようにだんだんと盛り上がり、最後はそんな曇りを一気に吹き飛ばし、サビへと戻ってきます。メインテーマというだけあって、ストーリーズの冒険の起承転結がすごく綺麗に落とし込まれている曲だなと思います。ゲームをスタートすると冒険を始める前のスタート画面でこの曲が流れるのですが、ボタンを押さずに思わずずっと聴いていたくなってしまうほどです。ちなみに紹介の初めの方で言った通り、前作の1でもメインテーマとなっているのですが、そちらの方はよりテンポが速く勢いがあります。オトモンと大自然を旅する疾走感や冒険の中の日常みたいなものを感じる曲調になっています。こちらもすごくかっこいいです。いかがだったでしょうか？今回ご紹介した「風の絆」は概要欄の方にリンクを貼っておくので、そちらの方からぜひ聴いてみてください。また1の方のリンクも貼っておこうと思います。どちらも甲乙つけがたいぐらいに素晴らしいので、ぜひ聴き比べていただきたいです。そしてさらに気になったよという方は、モンスターハンターストーリーズのゲームの方もぜひプレイしていただけたらなと思います。それでは次回の音かじりでお会いしましょう。